11月25日、現地時間、アイルランドダブリンで開催されたボクシング WBC 女子暫定フェザー級タイトルマッチにて、人気美女ボクサー、スカイ・ニコルソン、28オーストラリア、が挑戦者のルーシー・ワイルドハート、30イコールスウェーデン、29回1分11秒で TKO 勝利。初防衛に成功し、正規王者でアマンダ・セラノに対戦要求した。フォト動画、 ニコルソンが KO した瞬間、ビキニで過去最高の仕上がり前日計量も試合はサウスポー構えのニコルソンが鋭いジャブを突き刺し、ワイルドハートを圧倒する展開。3R からはジャブから連携した強烈な左が何度もワイルドハートを襲う。反撃を試みるワイルドハートは強い圧力で前進するが、大きくステップするニコルソンにパンチは届かず空を切る。QR。 ニコルソンの鋭いジャブが次々とヒットし、鼻血を出すワイルドハートが何もできず体を丸めると、セコンドからタオル投入。ニコルソンが自身初の TKO 勝利を収めた。プロデビューわずか1年半で急戦全勝のまま初防衛に成功したニコルソン。試合後の取材で女子プロボクシングで史上初の世界7階級制覇を果たしたセラノの名前を挙げると、2024年の初戦で戦いたい。 と統一戦をアピールしたニコルソンとワイルドハートの近況、ニコルソンはキュートなルックスと実力を兼ね揃えた注目の美女ボクサー。アマ140戦を重ね16年世界選手権、フェザー級、金メダル、20年の東京五輪では同級で準々決勝進出。昨年3月にプロ転校し8戦全勝の快進撃。今年9月の前戦でサブリナ・マリベル・ペレス。 アルゼンチンの暫定王座に挑戦し、判定勝利で見事その栄冠をつかんだ。対するワイルドハートは、これまでライト級で戦ってきたプロ戦績10勝、4KO、2敗を誇る強豪だ。4月に WBC 女子世界ライト級暫定王座決定戦で全 WBO、IBF 女子世界スーパーフェザー級王者ミカエラ・メイヤーに挑み、判定負けし王座に届かず。 今回階級を上げニコルソンの王座に挑んだ。